そう、またパチンコ負けちまった。でもあの台あと2000円あれば出るよな。帰ってババアの財布から盗めばいいか。もし反抗したらいつもみたいにまた殴ってやるわ。あ、ババア、あ、帰ったぞ。あ、ババア、いねえのか。で、あのクソババアいねえのかよ。あれ、屋根裏がちょっと開いてるな。なんだこれ。子なんていませんよね。ましてやお母さんの財布からお金取ってパチンコ行くような子なんていませんよね。何訳わかんねえを言ってんだよ。誰だそいつよ。おお、うん、何だよそのシステムは。さ、お勉強の時間しましょうね。お勉強、お勉強よ。お勉強しましょう。じゃあまずどうしましょう。あいうえを言えるかしら。あいうえろね、あいうえいきますよ。何言ってんの。あ、い、正解。すごい、すごい正解よ。すごい、何してんの。すごいわね。何してんの。ちょっと足汚れてる。何これ。わんぱく。よし、あ、じゃあ授業の続きしましょうね。なんだよそれは。次はえとよ、えといきましょうね。ねえ、うし、とら、うん、正解。正解。こいつ多分うしか言えないだろ。おい、次漢字の問題。漢字わかるかしら。じゃあこの漢字の音読みは、うん、正解。うしか言えねえんだろ。正解。目見えてねえ。目見えてねえから絶対うしか言えねえんだろ。次音楽わかるかしら。音楽、リス音楽、うん、いくわよ。なんで？惜しい！どここそウーでいいよ。どここそウーであれよ。あ、もうお腹すいたでしょ？ね、お腹すいたでしょ。ご飯の時間しましょう。ご飯ね。いいよもう。なんだこいつは。美味しいの作ったからね。誰なんだこいつは。召し上がれ。やだ。出るのまだ。何し、腹壊しちゃってんじゃねえかよこいつよ。ごめんなさい、今朝牛の肛門食べちゃった。何食ってんだよ。大丈夫。元気いっぱい。どういうことなのこれ。元気いっぱいよ、本当にもう。よし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 、元気いっぱいだね。あ、で、あ、また。なんなのねそれ。システム教えて、システム。どうしたの。ああもう甘えちゃってもう、ああやだ、首が寒かったの。あったかいあったかいわよ。おおちょっとちょっと、おい、しまってしまってしまって、おい、ちょっと、おっしゃー、お母ちゃん、母ちゃん、なあ何やってんだよ。母ちゃんはな、俺は女で一つで育ててくれた大切な母ちゃんなんだよ。大切な人なんだ。めめぶっ殺してやりました。ほら。コングラチュレーション。素晴らしい。誰だ。私は家庭内暴力研究所から来ました。アメリカンボール淡島です。今回は君の母さんに依頼されてね。DVP つまりドメスティックバイオレンスプログラム、家庭内暴力対策プログラムを君に施した。母ちゃんが。そういうことよ。どういうことだ。今回の費用は実に3000万円。3000万。バカ言うな、うちにそんな大金あるわけねえだろ。うん、確かにお世辞にも君の家庭は裕福とは言えない。そこで君の母さんにはこの DVD に出演してもらった。嘘だ。嘘だろ。え、3000万3番目に絡んでる女優さんが君の母さんだ。そうかよ。マジかよ。ちなみに5番目に絡んでる男優は私だ。おめえ男優だよ。アメリカンボールってそういうことか。何言
がおかしいんだよ。天は私に異物を与えた。は？知力と勢力。うるせえよ。やめろそれ。やめろ。母ちゃんなんだこいつよ。とにかく、君の口から大切な母さんという言葉が聞けた。私の任務はこれで終わりだ。失礼する。まだよ。まだプログラムは終わってない。どういうことか。熟年恋愛プログラム始動。当研究所にそのようなプログラムはないけどね。うわ博士の意地悪。高いですよ。そうだな、6000万円。頑張ります。嘘だぞ。確かにでもあと2本出れば6000万円になる。おい、あちょっと母ちゃん、こいつどうすんの。それ以来母ちゃんは帰ってこなかった。そしてそれからこいつとの奇妙な生活が始まった。彼女じゃ。そうなんだ、俺らたかしさ。あ、ちょ待って。よし、行くぞ。それ、あー、やった。すげえな、お前。ただいま。はっ、たかし、たかし。お母さん、これであなたは晴れて自由の身だ。先生、世の中には家庭内暴力で悩んでる人がもっといます。たかしを役立たせてあげてください。わかりました。では当研究所でたかし君をお預かりしましょう。お母さんには8000万円。たかし、愛してるわよ。コングラチュレーション。はぁ、はぁ、